はい、最後ファイナル。最後は子供部屋に逃げ込んだぞ。イエロージャケットもパワーアップしてるから油断はするな。余裕でしょ。お、これそのままいける感じ？いいね。いいじゃないの？じゃあもうビジョンでいくよ俺。めんどくさいからもう。おう。エナジー不足。音がいいね。じゃあ。行きましょう。ワンプレイで4回と、まあ、100万点出せばいいよね。よし、ちょっと。はい、1回目。うん、俺アントマン見てないからどういう話か全く分かってないんだよね。子供部屋に侵入したりもすんのかな。よし、はい、クリアと。今回はもう何もないのかな。それだったら俺マジで早く終わらせるよ。よし、もうこれ以上はやらない。はあ、もう最低限でいいですよ。最低限さーてと、何ステージあんだ、わかんねえな。数えよう。これが1。そんなに多くなさそうだ。1、3、4、5、6、7、7ステージぐらいか。7プラス白って感じ。85% 以上余裕でしょ。もうビジョンでいくけどさ、ウルトの方が早く終わるんだけど、まあいいや。学習とかはもうどうでもいい。あ、結構ダメージ与えてくんなこいつ。さすがパワーアップしてるってだけのことはあるね。へーって感じ。でもね、もうビジョンには勝てないから。最強だからね、ビジョン。はい、終わり。もうビジョンのパワーはこれですよ、もう。恐ろしいからね。一瞬ですよ。何秒だろう。十数秒で終わったよ。多分。出てこないか。よし。33だから多分10ステージぐらいだな。よし、896,000点以上。896,000なんてその数値なんだろう。謎だな。よいしょ。でも基本的にクリアは余裕でできるよ。普通のね、あのミッションステージに比べたら楽ですから。
銃とか言ったらアイテム使わないとちょっと無理でしょって思うもん。ただ最近そっちやってないからちょっと弱くなってるかな。それこそビジョンなんて全然使ってなかったからね。でもやっぱ強いね。よいしょ。これでもう大丈夫かな。いけるかな。いけそうだね。いけそうだね。いけそうだね。OK。あとは20秒近く時間を持て余します。うん。一番さ、フロア4がさ、楽に終わるよね。123は何だったんだって感じ。4はもうスパーン。子供部屋が一番楽だよね。35コンボ100万点以上。ちょっとなんかだんだんこう得点も上がってるね。ちょっと最後の方やばいかもね。化け物級出ちゃうかも。こう言ってだね。こう言って。こう行きの。と次のと。あ、そっか、これコンボか。コンボのことすっかり忘れてた。地味に危ないよ。あと2コンボ。よし、クリア。で、あとはスコアだね。よし。あと少し。100万点だったよね。もう大丈夫か。はいはいはい。ふう。約110分が経過をしようとしておりますと。ふう。あと何ステージだ。7ステージ。違うな。7ステージか。76ぐらい。よし。次で半分超えるぐらいかな。9チェーン余裕です。はい。なぜならビジョンだからです。ビジョンはつなげたら20チェーン以上できます。とりあえず得点だけひたすらこの段階は上げときます。でスペシャルスキルでもうたくさんつなげて終了みたいな感じですよね。さあ行くぜ。はい、終了。得点が伸びない。得点が伸びない。これでもういいでしょ。 OK。
本当に4が一番早く終わるよ。半分終えた。もうあと少しで終わりだよ。2時間ちょっとってところかな。さすがにそのぐらいかかると思う。2時間を超えるな。さあボス戦です。コンボ、コンボときたか。弱いのでいかないとまずいね。これでいくか。コンボときたか。70以上のコンボ、こんな弱いやつに。よし、とりあえず70コンボ以上することだけ意識。あとは知らん。だってクリアできるもん絶対。35、ようやく折り返し。そっか、スキルで1コンボだけか。 OK。 56789、60、 あと9。よしよし、超えたね。はあ、あーよかった。プレッシャーから解放される気分。はい、よし。70コンボはねめんどくさいね。さてこれであと4とかじゃない？ 4 とか5とか。よし、あと何ステージだ？ 4 かな。お、日付が変わりましたね。あと4ステージ頑張ろう。ボム12個消そうか。はいはい、オーブを入れる時間ですよと。オーブっていうかエナジーだね。はい、行きましょう。よし、あと4回だ。ボム12個ね。まあ勝手にボムできるでしょっていうね、そういう期待でやっていきますが、本当に出るかそれで。出ると思うんだけどな。出ないのかな。出るよね。だってまだ残り40秒で余裕でいいでしょ。ほらもうあと1個だよ。
はい、クリア。得点もあと少し。もういいんじゃない？もういいんじゃない？これ。はい、オッケー。イエーイ。はい、これだと3つだね。子供部屋で最後勝つというね。よし。あと3つか。さっさと終わらしちゃいましょう。そういう言い方していいのって思うけどね。でもね、気にしないよ。しかしそれにしてもあの2はめんどくさかったね。3もあの最後の方のあの真ん中10ってやつはめんどくさかったけど、まああとは基本楽かな。よし、スキル3回余裕じゃね。よし、外。一回目。二回目。三回目。やっぱビジョンは強いね。よし、あと放置。これ終わったあと2ステージですよ。イエス。あっという間に終わるね。最後はもうラッシュかけるって感じ。オッケー、タイムアップ。あと2ステージ。ボーナスあったりしないのかな。おまけみたいな。5回メガチャージ余裕だね。行きましょう。よし。2回目。3回目。4回目と。さあ次ラスト。はい、終了。次で終わりだ。で、次でチェーンだったらマジ腹が立つな。
何チェーン以内とかね。それほどね、めんどくさいものはないよ。It's time out。 さあ、次で終わりです。2時間超えたね、やっぱり。さあ、ラストだ。最終決戦、40秒以内。40秒以内ね。 OK、 行きましょう。このままでいきたい。よし、このままストレートで、ストレートじゃなかったけれども、道中は。でもここのフロアはストレートで行きたい。そんな弱い攻撃はやらなくていいから。うん、頼む、ささっと終わらせてくれ。終わった？終わった。これ終わったでしょ。ウィンですよ。ふう。30秒。イエー。終わった。イエー、ステージクリアー、ふぅー、やれ。というわけで、これでアントマンステージの、まあ、ライブは終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるから、ぜひそちらもすべてフォローしてみてね。バイバイ。